はい、今回2024年5月号のスズキの最新納期が判明して、最新納期の前に新型車の情報、リコール情報からで、直近のリコールは1月26日の低圧燃料ポンプのですね、リコールが発生して以来、3ヶ月以上リコール発生しなくてですね、サービスキャンペーンの方が最近4月18日にですね、新型スペーシア、新型スイフトの方でサービスキャンペーンを実施、製造期間2023年10月から2024年1月までですね、最近フルモデルチェンジしたスペーシアとスイフトでサービスキャンペーンの内容として、純正ナビ、純正ドアエコを装着した際、ドアエコの映像が正常にですね録画されない恐れがあって、修復内容の方はナビの制御プログラムを対策プログラムに書き換えで、間もなくもう動画アップしてる頃にですね、イグニスが生産終了してると思うんですけどね、間もなくイグニスが生産終了実施して、エスクードに関してはもうラインナップからもなくなってますね。もう在庫車の方もなくなったからなのか、ラインナップですね、普通車の方からもう消えていて、イグニスはまあ在庫車対応だと思うんですけどね、できると思うんですけどね。で、新型車の情報として2月末にですね、商用車エブリーで軽乗用車のエブリーワゴンですね、大幅改良実施、まあ新 CVT とか上級グレードにですねジョインターボを新設定したりと、 E エブリーに関してはまだ発売時期がですね判明しなくて、で新型車の情報ではないですけどね、3月末に現行ラパンのですね新 CM が公開されて、3代目ラパン2015年6月に登場しても9年近くですね経過してきて、このタイミングで新しい CM がですね公開されて、フルモデルチェンジをまだ今年中の可能性がなくなってきてですね、で4月に入って11日にジムニーとシエラの方ですね、買う買いで一部改良実施、主に放棄対応に伴ってですね99,000円、まあ約10万円全グレード価格アップして、で4月19日にはキャリーですね、軽トラキャリーの方が一部改良実施、結構変更点が多くてですね、あとは荷室長が2台がですね46センチ短いスーパーキャリーの方も同時に一部改良実施して、後方誤発進抑制機能にブレーキ制御付きですね機能が追加、スズキセーフティサポートが全グレード標準装備になって、あとは5速マニュアルにアイスト機能を搭載し燃費がアップ、あと新色にですねデイムブルーメタリックを設定して、あとはキーレスエントリー、パードアロック、パーウィンドウが全グレード標準装備、第一部手動式だったんですね、あと LED ヘッドランプがベースグレードとかに設定されて、電動格納式リモコンドアミラーがですね標準装備になったりと、で5月24日にハスラーの方ですね一部改良特別使用車ですね追加して、まあアイボリーとかオレンジがですね廃止になって、あと特別使用車の J スタイルですね、こちらが生産終了して、アウトドアテイストのですねタフワイルドを新設定、まあ、ハスラーも放棄対応に伴ってですね価格アップするみたいで、でイグニスとエスクードの後継者としてですね新型 SUV のフロンクスが新発売するという情報が改めて判明して、まあインドカーの逆輸入車ですね、車格的にはクロスビーでスクードの間の車格で、全長 3m99.5、 シャワー 1m76.5 の、全高 1m55cm、
やっぱり新型フロンクスがですね発売するっていう情報が入ってきて、まあ他にも新型車の情報なんですけどね、またそれに関してはまた次回。では続きまして、2024年5月号のスズキの最新納期。では続きまして、スズキの最新納期5月号で、スズキに関しては公式とか販売店の方もですね納期情報は載ってないんで、お調べて、キャリー2、3ヶ月所有者を中心にですね、最近一部改良実施したこともあって若干納期延長していて、LD ワゴン軽乗用車の方ですね、2ヶ月か4ヶ月で、軽商用車の FD が2、3ヶ月ですね、1ヶ月近く納期延長して、でスペーシアベースは2ヶ月で、ジムニーは、まあ、1年か1年弱ですね納期がかかるみたいで、でハスラーもですね間もなく一部改良実施、納期が1ヶ月か2ヶ月ですね、納期延長して2ヶ月か4ヶ月で、ワゴン R スマイルが3ヶ月早かったですね、2ヶ月近くで納車できるみたいで、ワゴン R が2、3ヶ月で、アルトが2ヶ月ですね、納期早いままで、グレードによっても1ヶ月で1ヶ月弱ですね納車できるみたいで、ラパンもアウトと同じぐらいの納期2ヶ月で、スペーシアはまたですね若干納期延長して2ヶ月か4ヶ月あと、スーパーハイドワゴンってことを考えたらですね納期は短めで、で続けて普通車でランディ、まあノアの OEM 車ってこともあってですねオーダーストップが続いていて、でソリオバンティット3ヶ月半で、ソリオンは若干納期早くて、まあ、2、3ヶ月程度で、でスイスポも最近納期の方はですね早まって3ヶ月、改良かですね日にちが経過したら納期が早まってくるみたいで、あとモデルチェンジとかマイナーチェンジもですね、でスイフトも最近納期の方が早まってきて2、3ヶ月で、でジムニーシエラ1年半程度で、イグニス動画を上げる頃にですね在庫車があったら、まあ1ヶ月2ヶ月程度で納車という形で、クロスビーが4ヶ月、クロスビーが若干納期が長めなんですよねずっと。はい、今回2024年5月号のスズキの最新納期で、新型車の情報、リコール情報について紹介しました。